家の中にこう汚い、そして物が溢れてるというところはどうしても魑魅魍魎がねたくさんいる。それをどうにかするために、改めて物を手放す。はい、今日もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。だよお、石垣島、波照間島、暑かったっすね。とにかく波照間が日光を遮るところがなかったので、僕はいつもジャニーさんの後ろに隠れてました、ね、ああ、そうですね、そうですね。いや、日光が痛かった。日光が痛かったですね。ちょっと尋常じゃなく痛かったですね、はい、うん、そうですね。波照間島は宮松幸先生の、そうだね、はい、うん、神様のお使いで、神様のお使いでね、はい、まあ連れてってもらいましたけど、うん、あれはあれでね、素晴らしい体験でしたね。素晴らしい体験でしたね、うん、本当にね。今回波照間島と石垣島はもう身内だけの、うん、そうだね、仲間だけで行ったんですけど、はい、それをやってるのが大王のミステリーツアー。あ、そうだね、10月、うん、もうソールドアウトじゃないの？もう枠ないと思います。キャンセル待ちっす。あ、まだ1ヶ月ぐらい先なんで、うん、キャンセルは多分また、はい、まだ2席ぐらいは出ると思うんで。そうですね、チラチラワンチャン行けるんで、まあ、はい、キャンセル待ち入れといていただければね、うんうんうん、行ける可能性がありますんでね、まあ、ぜひ、ね、まあ、楽しいから ね、 あれね、楽しいですね、うん、何を隠そう、楽しいですね、うん、本当に楽しい、うん、なんか噂で聞いて宮崎に行ってたんじゃないの、なんか、はい、ゆき先生のやつ行ってきました、うん、え、何なのそれ、何したの？無意識の制限を外す旅っていう、ほう、思考の学校主催の、あ、思考の学校のツアーなんだ、はいはい、それで宮崎。あ、そうです、そうです、お、まあ、そのなんかゲストっていうとちょっとあれなんですけど、司会みたいな感じで、お、行ってきましたね。楽しかった？楽しかったですね。お、いいですね。宮崎ってあれ、うん、神話の町なんですよ。あ、そうなの？はい、天孫降臨した場所とか。あ、はい、行きましたね、僕も。あ、大悟も行きました？行きましたね、はい、うん、行った行った。あれ行きました、岩戸神社とか。ああ、ね、もうそれはもう定番ですよね、うん、はい、でも相当いろんなところ行かれてますもんね。そうだね、いろんなところをね、うん、行かさせてもらったね、うんうん、そうそうそう。だからそのミステリーツアー青森もあるし、また定期的にね、うん、僕たち行ってますので。次は北海道行きたいですね。ああ、そうですね、うん、やっぱ北海道ってさ、やっぱ広いし、はい、広い、やっぱいろんなね、行きたいところたくさんあるんでね。へえー、そうなんですね、うん、大王がこういう旅するときにこういうとこ見どころみたいなのあるんですか？いや、昔ね、はい、僕の師匠の小林正観さんは、もともとは旅のツアーブックみたいなの書いてたんだよね、はい、あ、そうなんですか。そう、それの正観さんの、はい、確か一番最初に出したのが北海道編かなんかだったのかな、はい、名前があるんだけどちょっと忘れてしまいましたね。あ、そうなんですか。なんかルルブとかそういう感じじゃなくて。あ、だからそういうところに毎月毎月連載持ってたんだよね。あ、連載持ってたんですか。多分それがなんか文庫本になったのかな、まあそんなので、ちょっと検索してみようか。ちょっとジャニーさん喋っててください。めっちゃ楽しみです。いや、だからそれで大王の師匠の正観先生が、それで、はい、まあ、正観さんがその北海道のこと書かれてて、はい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 、でそこにいろんなまだ僕行ったことないこととか書いてくれてるんで、ちょっとそれいいですね、うん、正観先生の足跡をたどる旅。そうそうそう、めちゃくちゃ良さそうじゃないですか。ああ、なぜか売ってないっすね。あ、あれですよね、結構前に発刊されてるからってことですよね。もう30年ぐらい前じゃない。あ、そうなんですね、うん、ああ、ないですね、はい、検索しましたが。サトルさんとか呼んで行きますか、みんなで。いや、北海道行きたいですね、はい、うん、いいですね、はい、ということで大王、うん、今回ですね、聞いていきたいのが、うん、大王のナンバーワン開運メソッド全車輪について、はいはい、うん、ちょっと軽くですけど全車輪の説明いただいてもよろしいですか。全車輪ですか。ただいまより公演情報をあなたにお届けするよ。急です、ね、急ですよ。大王、僕たちいろんなとこに行くんですよ。行きます。9月15仙台、仙台アガスティア、そして9月20東京でまさみと出版記念公演、はい、そして9月25堂方、堂方再生でかどりさん、私ジャニーさん、いきます。そして9月27、10月14が、まさみと出版記念公演で、9月27日が大阪、大阪、そして10月14が名古屋、名古屋、そして10月21日東京ドーム。ありがとうございます。これ見られてる方ね、女性の方が多いんですけど、はい、うん、まあ、大体こう年齢的にはこう45オーバーの方が非常に多いというね、うん、YouTube 裏側はそういうふうになってるんですけども、うん、どうしてもこうやっぱ、ね、結婚されて、はい、お子さんいらっしゃって旦那さんいてっていう、うん、まあ、そういう方が一番多いパターンなんだけども、こうなってくるとやっぱり忙しいんですよね、非常にね。そうですね、忙しいです、ね、やっぱね、育児っていうのは本当に大変なんですよ、うんうん、育児っていうのはもう本当にね、戦場ですから。育児は戦場、まあ、キッズがいたら戦場なんですよ、うんうん、
1人でも戦場なのにそれが2人3人4人なんているともうとんでもないことになる、はい、まあそんな中でご飯も作んなきゃいけない、洗濯もしなきゃいけない、掃除もしなきゃいけないっていうことで、そうなってくるとね、こう家のことやる時間がないんですよ。そうですね、心の余裕もないし体力も残ってないし、確かに確かに、まあそれでどん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 こう家の中のね汚れていきながら物が増えていく、それでね困ったな、どうしたらいいかなっていうふうに思ってる方がいらっしゃる、うん、まあそんな時にねこう家の中見渡してみると家が汚いと、まあ何とかしなきゃいけないなと思うんですけれども、うん、でももうそれをね片付ける勇気じゃないな、元気がない、あもうヘロヘロだから元気がないんだな、うんうん、だからやりたいとは思いつつもできないまま月日だけが経っている、うん、けれどもこういった YouTube を見た時に、うん、あいや本当にこれ家物を減らさないと、だから私運気が悪いんだ、だから私こんなに体調悪いんだみたいな感じでね、多分そうやって思って、まあ、切羽詰まってやる方もいれば、分かりながらもどうしてもこう元気がなくてできないという方たちもいらっしゃる中で、そうですね、やっぱりやらなきゃいけないんですよね、これはね、やらなきゃいけないけどもその体力が残ってないという方が一番多いわけですよ、うんうん、だから僕はいつも言うんですけど、まあそういう場合はもう業者に頼むしかないですねと、だからお金で解決していくという方法が一番手っ取り早いんだけども、うん、でもそれを言うと、いや実はお金がないんですってなるわけですね、うんうんうん、だからもう堂々巡りになっていくわけですね、うんうん、でもそんな中でこう自分の中で折り合いつけて、まあどうしてもやんなきゃいけない時っていうのはあるわけですよ、はいはいはい、だって納得するんですよ、うん、この YouTube を見てね、その家の中が汚いと、うん、もう運気が悪くなると、うん、でさらに、ね、体調が悪くなる、病気のデパートだなんて言って、うん、本当にそれが当てはまる人たちがいるんですよ、いっぱい、うん、間違いないですね。そうなった時に、あだからか、家が汚いから、もう全ての諸悪の根源は家が汚いからだ、やんなきゃと思うけども、やっぱできない。まあそれがなんでできないかというと、どうしてもこう家の中にね、うん、この魑魅魍魎というやつらがですねたくさんいらっしゃる。そうですね、家の中にこう汚い、そして物が溢れてるというところはどうしても魑魅魍魎がねたくさんいる、うん、そして不仲なんて言ってね、うんうん、こう旦那と顔を合わせるたびにこう喧嘩になってしまうとか、うん、もうこういうところというのはもう 100% いるんですよ、うんうん、まあ大体その家の中が不仲でいつも旦那と喧嘩している、もしくはもう無視し合ってるみたいな、うんうん、もう大体こういうところってのは大体5000人ぐらいいるって決まってるんですよね。ああそうなんですね、魑魅魍魎5000人、5000人はいますね、不仲な人はね。魑魅魍魎ってなんか何でイメージしたらいいですか。いや貧乏神だよね。貧乏神5000人は怖い。貧乏神5000人ね、こうめちゃくちゃ怖いじゃないですか。めちゃくちゃ怖い、だからもうゴキブリホイホイ状態ですよ。はいはいはい、そうですね、うん、もうしかも相当厨房の下に置いといたゴキブリホイホイですね。あそうだね、はい、床が見えないほどのゴキブリがいるパターンだな。すごいすごいシーンですね、うん、怖いですね。だからそういうのがもう5000人もこう家の中にいるわけですよ、はいはい、でうごめいてるわけですね、はい、だからああいうのが本当にね夫婦喧嘩が始まるとですね、うん、あいつらはめちゃくちゃエキサイトするんですね、うんうんうん、やれやれっていうふうに、ね、喜ぶ喜ぶ、めちゃくちゃ喜んでるね、うんうん、あいつらはね。あそうなんですね。だあいつらが一番好きなのは何かというと、はい、もうとにかくもうジメジメして暗くて汚いところが大好きなんだ、うん、あいつらは。だから多分そういう家ってあるんだ本当に。あそうですね、もうその日照率が低い、はい、もう釧路より日照率が低い。あ出てきた釧路釧路釧路なんて呼ばれてるんでしたっけ。あのこれ釧路の人見てるからね。いや僕は釧路に住みたいんですよ。僕は釧路に住みたいけども愛ある、住もうと思った時に夏は日照率が低いです。いやちょっと釧路情報を、本当の情報、本当の情報ください。あと花丸にはいかないのか。本当の情報をください。そうだよね、北海道の方ぜひ本当の情報をください。北海道で一番おいしい回転寿司の情報と、うんはい、北海道でどこに住んだらいいのかというね、はい、私は来年の夏は北海道に住もうと思ってて釧路に住む気満々だったんですが日光が照らないですよと。もう夏はもう太陽の光見るときほぼほぼないですって、はいはい、車さえ運転できないんですって言われてね、うん、そんなこと言われて、本当なのかな、本当なんでしょうか、本当なんでしょうかというね。そうですね、本当の情報をぜひ、本当の情報欲しいと思います、はい、でなんだっけ、あ全車輪ですね。あ全車輪か。なんだっけ、何の話だ。あの始まり手放す、なんかやりたいけども、だから結局そうやって家の中に、はい、あのバトルが始まる、多分どうだろうな、うん、これ見られてる方本当に常日頃からこうバトルを繰り広げられてる方って多分2割ぐらいの方はいらっしゃると思うんだよね、うんうんうん、もう常にバトルなんですっていう人多分2割ぐらいいて、はい、もうその人の家っていうのはもう絶対にもうジメジメしてて、うん、臭くて、うん、で物が溢れてるってもう決まってんだよね、こうやってね。あそうなんですね、うん、もうしょうがないよねこれはね、うん、それをどうにかするために、改めて物を手放す、まあ、物を手放すのはもちろんだけどやっぱり引っ越しを考えてみてほしいなと思うね。あなるほど、そうなんですか。あのね、その地ってこの間ね、はいはい、あ不動産屋さんと仲良くなって、はい、不
不動産屋と話をしたら、はい、YouTube で言えないような楽しい話がいっぱい出てきて、そうなんすか、これはちょっとオンラインサロンで喋りたいな、これは。あ、そうなんすか。もう衝撃的なことを不動産に教えてもらって、なんか一個で それで僕はもう引っ越そうと決意したんですよ。もうそれを聞いて、そうなんすか、もう本当は来年の4月に引っ越そうと思ってたけど、はい、あ、もうこれも4月まではいてはいけないと、うん、もう今すぐ引っ越そうと思って、はい、まあ、それでその不動産屋の話を聞いて引っ越すことを決めたんですけど、はい、面白いっすね。いや、めちゃくちゃ面白いね、この話。ちょっとなんかちっちゃいやつないですか。ちっちゃいやつ YouTube で言えるような。いや、だから結局、はい、まあこれ見られてる方もよく考えてみてほしい、うんうん、引っ越してから、うん、自分の運気、そして体調がどうなのかってことですよ。その前に住んでいた時よりもどうなってるのか。そう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 、うん、だって僕らはさ、しょっちゅう引っ越すのは何でかっていうと、うんうんうん、さらに運気を上げていくために引っ越すわけですよ、うんうん、そうですね。だからそのためにその方位というやつも見るし、うん、その間取りっていうものを見ていくし、うん、全ての状態を見てこう引っ越し先を決めていくわけなんですね、うんうんうん、だからより良い人生をより良くしていくためにこう引っ越しを繰り返してるわけなんですけども、うんうん、でも普通の人たちはそんなこと一切考えないので、うん、ね、自分の直感を信じて別に間取りがねどうだろうと関係なく普通に引っ越していくわけなんですけれども、うんうんうん、まあ、そんな中でその家に引っ越してから、確かにそう言われてみれば私体調悪いですと、うちの旦那は病気のデパートです、そしてあの家に引っ越してからもう本当に不仲になりましたとか、そういったことってあるんだ実際に、うんうん、残念ながら、うんうん、だからそれはその地の波動だよね、そう、土地のなんかいるんだよね、うんうん、まあ、しょうがないよね、これ運だからね、うん、とりあえず今できることは何かというと、うん、物を減らしていく、うん、もうこれに尽きるわけですよ。だから確かに私の家は不仲だ、うん、そして私の家は確かに汚い、そして運気も下がってると思ったら、うんうん、やれることは物を手放すことだけなんですよ。そうですね、このチャンネル見てる方、うん、物を手放すっていうことにフォーカスしてる方多いと思うんですけども、うん、聞き慣れすぎて、うん、多分一歩踏み出せてない人相当いると思うんですよね。なんか大切なことなのは分かってるけど、うん、はいはい分かりましたよみたいな感じになっちゃってる方結構いらっしゃるんじゃないですかね。いや、だからその家に引っ越してから、はい、確かに運気が悪くなってるって人、多分これ見られてる方も、うんうん、まあ、僕の肌感でいくと多分2割ぐらいの方いるんだろうなと思いますね。結構いますね、今ここがあれですね、チェンジの時です、ね、だからもう僕はねやっぱり引っ越しをおすすめするけど、はい、だけどやっぱねその引っ越すまたさらに引っ越したらもっと悪くなる人もいるわけだし、まあだから叱るべき人に見てもらわなきゃいけないと思うし、うんうん、まずは家の中のものを減らしていくということをね、まあそれもただなんとなく減らすのではなく徹底的に減らしていくってことだよね。それをしないとやっぱ変わんないんじゃないのかなと思うよね。そうですね、うん、まあ、ぜひねやってみてほしいな、思い当たる節があるのであればね、うん、そうですね、まあ、ちょっとチャレンジしてみてほしいなとは思いますね。人生を変えるきっかけにぜひ物を手放すところから始めてください。ありがとうございます。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントどうぞよろしくお願いいたします。 LINE 公式アカウントも新しくなりましたので登録お願いします。お願いします。桜庭地域ファンクラブ、夜のツタンカーメンオンラインサロン、あなたの知らない世界を覗いてみませんか。僕の資料がたくさん出てるからね、 YouTube では語れないこと、 YouTube ではさ本当のこと言えないんで、本当のことを言えるのはオンラインサロン、ぜひ覗いてみて、ぜひ仲間になってください。